じゃあ、昨夜はお友達とみんなで夜遅くまで探してたの？3時くらいまでかな。うん。結局、見つかったの？そのリカちゃんとサトコちゃんは。おはよう。少しは眠れたかな、かな。何時間寝れたんだろうな。多分、鶏の足でも数えられるくらいだと思う。学校、行くか？その方がね、きっといいと思うの。今日をお休みしたら、きっと圭一くんは病んで病んで寝込んじゃうと思う。私、そんなの嫌だから。だから、一緒に学校に行こう。わかった。ちょっと待っててくれ。すぐ支度するから。みーちゃん、さすがに今日は起きられないかもね。あ、そうか。あいつにとっては昨日だけじゃないんだよな。一昨日の晩も村長さんを探して徹夜してるんだよな。どうする？もう少し待つか？今日は寝かせておいてあげようよ。ミヨン、本当にいるよな。ん？何か言ったかな？あ、いや、独り言。行こうぜ。おはようございます。おはようございます。前原くん、おはよう。竜宮くん、おはよう。おはようございます。先生から大切なお話があるから、すぐに教室に入るように、いいかね？皆さん、おはようございます。まず、校長先生から大切なお話があります。校長先生、どうぞ。もう知っている生徒もおるだろう。
はい、皆さん注目注目。今日から当分の間、登下校は保護者の方と一緒に行います。保護者の方の都合がつきにくい生徒は、集団での登下校とします。プリントを作りましたので、よく読み、保護者の方にも必ず見せてください。いいですね。では、授業を始めます。院長は、お休みですね。では、日直、号令。起立。眠いね。ああ。でも、もうそんなに気にならなくなったよ。むしろ今寝れるくらいの図太い神経が羨ましい。そうかもね。遠慮なくつっつけよ。今日は素直に俺の弁当の方が立派なのを認めろ。じゃあ遠慮なくいただくね。わあ、シソチーズのちくわ巻きなんて面白いな。レナのだって今日のはレトルトだろうけどなかなかうまいぞ。こうして二人だけでお弁当をつつき合ってるとなんだかそのなんだかだよね。はうごめん、その悪かった。いいよ、仕方ないよ。リカちゃんとサトコ、どこに行ったんだろうな。昨日ね、ケイチ君がいなくなってる間に、いろいろと話を聞いてたから、レナの知ってる限りを話すね。昨夜はすまなかった。頼む。でも、結局何もわからなかったんだろ。学校が終わってから家に帰って、二人で自転車に乗ってどこかへ行ったらしいということ以外は、全く。うん。警察の人も、家に帰ってからすぐに自転車で遊びに行ったんだろうって言ってる。家に帰ってからすぐに自転車で遊びに行くところと言ったら、町かもしれないでしょ？だから、沖ノ宮の町でいなくなったんじゃないかって。結論になってるみたい。警察は明るくなってから
捜査範囲を沖宮にも広げるって言ってた。町なんかに行くわけないと思うんだ。ケイチ君もそう思う？レナもそう思うよ。リカちゃんもサトコちゃんも雛見沢でいなくなったに違いないの。お弁当箱を洗ってくるね。リカちゃんとサトコちゃんが町に遊びに行っていなくなったなんて、なんだか腑に落ちなくて、私なりにいろいろ聞いたり調べたりしたの。聞いた？何を？婦人会のおばさんたちにいろいろ。昨日のお味噌汁、お豆腐がいっぱい入ってたでしょ？富田豆腐店のおばあちゃんも来てたの。おばあちゃんね、昨日学校の帰り道に、さとこちゃんがお店に寄ってお豆腐を買っていったのを覚えてたの。豆腐？学校の帰り道にだろ？それが何か手がかりになるのか？いいから聞いて。リカちゃんの家に行った時のこと、覚えてるかな？ガス台にお鍋がかけてあって、その中にお味噌汁が入ってたの。中にはお豆腐が、多分、一丁の半分くらい入ってたと思う。残りの半分は、冷蔵庫の中にあったの。冷ややっこにするつもりだったんだね。お皿に開けて、ラップがかけてあった。でも、レナ、それが何だって言うんだ？ケイチ君、お味噌汁のお豆腐って、本当に最後の最後に入れるんだよ。つまり、お料理してたリカちゃんか、もしくはサトコちゃんは、お夕飯の時間の直前まで、あそこに立って料理をしていたことになるの。夕食の時間の、直前まで？三角コーナーのゴミを見たら、すごく不吉祥だった。食事やお弁当は、ほとんどリカちゃんが作ってるんだけど、たまにね、サトコちゃんがすることもあるの。だからその晩は、サトコちゃんがお料理したんだね。
それってつまり里子に関しては遊びに行かず夕食の準備をしてたってことなのか？うん。それで私、炊飯釜も見てみたの。炊飯釜には二人分のご飯が炊けていた。ってことは、二人分の夕飯は作ったけど、二人とも夕飯は食べなかった。そういうことか。それで次に冷蔵庫の中も見てみたの。そうしたら、残り半分のお豆腐で作った冷ややっこがあったの。それだけじゃない。お夕飯用に作ったおかずも何皿かあって、それらにはみんなラップがされていた。そう。ラップって食べ残しとかを取っておくためにするものだよね。冷蔵庫に入れたということは、少なくともその晩のうちには食べないつもりだったということ。そういうことになるのか？ケイチ君、もっとよく考えて。お夕飯を全く手つけずでラップしてあったんだよ。どういうことだと思う？じゃあ、夕食を食べる必要がなくなったわけだ。外食とか、出前とかで。それも突然にね。前もって決まっていたら、お料理なんかしない。そして、お夕食は二人分用意されていた。つまり、里子ちゃんは、二人で食事ができると、本当に直前までそう思って、料理をしていたということなの。じゃあ、二人で遊びに行っていなくなったというのは、間違いじゃないか。そう。つまり、いなくなったのはお夕飯ができて夕食に至るまでの本当にわずかな時間、多分7時頃くらい。そんな時間に食事もせずに二人はどこへ行ったんだ？当然そこに行き着くよね。ケイチ君、覚えてるかな？折りたたみ机が置いてあって、その上にお醤油や箸立てなんかが置いてあったのを。お醤油の小瓶ね、空っぽだったの。もう一滴も入ってなかった。これじゃあ冷ややっこは美味しくないよね。だから私、流しの下にある醤油の大瓶を探してみたの。よくそんなところにあるって知ってるな。私もリカちゃんの家に行ってお料理したことあったから。でね、流しの下を開けてみたら、醤油の大瓶が瓶ごとなかったの。醤油の大瓶がないと、どういう意味になるんだ？ここから先は全部、レナの想像だからね。だから最後まで、口を挟まずに聞いていてね。俺、ご近所付き合いってよくわからないんだが、醤油なんかって分けてもらえるものなのか？うん。ひなみざわではそんなに珍しいことじゃないよ。うちに食事の用意があるから、さとこちゃんもいらっしゃい。
リカちゃんはもう食べてるよって。きっとそんな感じで呼び出したんだと思う。でも、すでにこの時点でおかしいの。食事ってね、突然やってきた人に振る舞えるほど多めに作るものじゃないんだよ。たまたま偶然作りすぎたことだって考えられるだろう。それでも、絶対に考えられない。だって、リカちゃんは、サトコちゃんが頑張って作ったお夕飯がもうできてることを知ってるんだよ。どんなにお夕飯を勧められたって、サトコちゃんのお夕飯を無駄にするようなことをするわけがない。じゃあレナ、リカちゃんはどこへ醤油をもらいに行ったんだ。レナの推理はここまで。あくまでも想像だからね。警察の人とかには内緒にしておいてね。隠すことはないんじゃないか。仮に半分しか会ってないとしても、きっとヒントにはなると思うぞ。ケイチ君、これって雛見沢の人を疑うって意味だよ。確信もないのに村の人を疑えない。
前原君、昼休みは終わりであるぞ。教室に戻りなさい。本当にいいのか？一人じゃ不用心だぞ。レナを送った後、一人で帰るケイチ君だって同じくらい不用心だよ。まだ明るいんだもの。大丈夫。そうか。じゃあ気をつけてな。うん。あれ？あれ、警察の人じゃないかな。レナはもう行きな。あいつに絡まれると長い。警察の人がケイチ君に用があるんだろう、タロ。俺は犯人じゃない。そんなの知ってるよ。でも事件に何の関わりもないとは言い切れない。今度話すよ。うん。待ってるね。じゃあ早く行きな。どうもどうも、お帰りなさい、前原さん。どうも。ご家族はお留守みたいですね。いやはや困っていたんですよ。親父の仕事の関係で出かけてるんだと思います。帰りは遅いと思いますよ。そうですか。それはそれは好都合です。親御さんに変な思いをさせずに済みます。警察に連行するんですか？いえいえ、立ち話もなんですから、車の中でお話しようってだけですよ。さあさあ、どうぞどうぞ。ありゃ、冷えすぎます？切りましょうか。
捜査の方はどうなってるんですか？捜査？何のですか？最近はいっぱいやりすぎて、どれのことやら。全部です。いいですよ。本当は報道管制の敷かれた秘密捜査なんですが、あなたには特別に聞かせてあげましょう。じゃあ、最初の事件からいきます。こっちはお恥ずかしいかな。さっぱり進展なしです。まずは富武さん。集団で暴行を受けた形跡はあるのですが、自分の喉をかき破るなんて異常な死に方の説明がつかないんです。何らかの薬物中毒を疑っているんですが、検出はされませんでした。高野さんはどんな感じなんです？同じくさっぱりです。焼死死体は検視が非常に困難でして、首を絞められた後にガソリンをかけられたんじゃないかと見ています。管轄が岐阜県さんでね。あちらさん、自分たちの縄張りの事件だからって、あんまり協力的じゃないんですよ。これは関係ない話ですね。ですが、犯行時間はおおむね、お祭りが終わった直後だろうと見ています。高野さんの方は、ちょっとあやふやですが、富武さんと、ほぼ同じ時刻に殺害され、岐阜の山中に遺棄されたと考えるのが妥当でしょうな。どうしてわざわざ遠くの山まで死体を運んだんでしょう。富武さんも同じように遠くへ運べばよかったのに。ありゃ、前原さん、あなたなかなか同志で鋭いですね。もちろん私もそこは注目すべき点だと思っていますよ。他にもいくつか不審点はありますが、まあ現時点でお話しできるのはこのくらいです。村長さんの方はどうですか？何か手がかりはありましたか？失踪された一日の足取りを調べました。手がかりになるようなものは見つかりませんでしたが、一応お話しましょうか。古い生まれの方って非常にプライドが高いんですよね。それで村長さん、誰にも内緒で獅子骨市内にある大学病院の肛門科に通われていたんです。失踪当日、村長さんは診察の予約が取ってあったんで、朝一で出かけられました。診察が終わったのは午後1時頃です。その後、病院内のレストランで軽食を取られ、雑誌を読みながら時間を潰されました。このあたりのことは、自宅にあったお財布の中のレシートで分かってます。その日は夕方から神社の集会場で会合の予定があったんです。それで余裕を持ってお帰りになるはずだったんですが、途中電車で人身事故がありましてね、どうもそれで足止めを食ってしまったらしく、家に着いたのは会合の時間の直前でした。ご家族が大慌てで神社の集会場に出かけていく村長さんを目撃しています。会合ってのは何だったんですか？確かその会合の帰り道に失踪してるんですよね。会合は御三家と町会の主要役員が集まってのものでした。今年も起こってしまった連続怪死事件の対応について協議したものと思われます。あれ、どうなさいました？
姉ちゃん。私、どうしよう。どうした？話せよ。俺たちの間で隠し事はなしだろ？私、君吉のおじいちゃんに打ち明けたんです。村長さんに、私、あの晩、最後だに忍び込んだこと、打ち明けたんです。誰かにそれを見られてて、私たちを狙っている人がいるって。ああ。それで？君吉のおじいちゃん、怒らなかった。そして、にっこり笑って、しおちゃんがちゃんと反省してるなら、鬼隠しになんかなるものかって、本当に、笑いながら。前原さん、大丈夫ですか？やっぱり暑いんならクーラー入れますよ。前原さん、もしもし？はい。私、知ってる限りのことを話したつもりです。お返しに、今度は前原さんの話を聞かせてもらってもいいですよね。ほらほら、また黙り込む。もし誤解があるようなら先に解いておきたいんですがね。私は別にあなたが犯人だなんて思っちゃいないんです。あの晩、あなたたち4人が西宮殿に忍び込んだことは知っています。次の日にはもう村の知る人は誰でも知る噂になってましたからね。それ自体は不法侵入として問われるべきことですが、問題はそれじゃない。そこで何があったかなんです。忍び込んだ人間が次々と犠牲になるような、何があったのか。何も、なかったです。本当に何もなかったんですか？だって、現にこうして中に入った人たちが次々と犠牲になってるんですよ。しかも、扉の鍵を付け替えた村長や、リカさんまで犠牲に、それだけの事態を引き起こす、何があの中にあったんです？大昔に使った拷問道具が、たくさんしまってありました。それを高野さんたちと、見て回りました。本当にそれだけ？本当に、それだけです。口封じをされるような、とんでもないものが隠してあったんじゃないですか？例えば、覚醒剤の山とか、消しの秘密工場があったとか。
あるいはソ連か中国あたりの拳銃が山ほど積まれていたと。不審な木箱やコンテナが山積みされてませんでしたか？あの西宮殿に何か秘密があるんじゃないかと思って捜査令状を請求したんですがね、もう空前絶後の妨害工作がありまして、信仰の対象に対する侮辱であり、憲法で定めた信仰の自由をなんたらかんたら、いやもう。だから実際に入ったあなたに聞くほかなかったんですよ。本当に古い錆びて埃をかぶった拷問道具しかなかったです。他に目立つものなんて何もなかったです。では富武さんたちが殺されたのは禁忌を破ったからという制裁だけなんですかね。もういちいち隠しませんけどね、あなただけが今日まで被害を免れてるんです。あなた以外は全員が消えたのに、あなただけが無事なんです。あなたが無事で、あなた以外が被害に遭う、どんな違いがあったのか、それが知りたいんです。ちょっと待ってください。あなただけがって、どういう意味ですか？ですからあなただけが最後の生き残りなんじゃないですか。西宮殿に忍び込んだ小僧泥4人組の。あの晩に富武二郎さんと高野美代さんが死に、翌日園崎紫音さんが失踪しました。あなただけが無事に今日までを過ごしてるんです。なぜあなただけなのか。私はそれが知りたいと言ってるんです。シオンが失踪したって？そんなバカな！ありゃ、とっくにご存知だったとばかり。そんなのは初めて聞いた。シオンが失踪した？いつ？遡ると渡流しの次の日に失踪していたことになります。園崎紫音さんはその日の気分で親類の家を泊まり歩いたりしますので、所在不明が当たり前なんですよ。学校も気分一つでよく休みますしね。先生も困り果ててました。そんなことは聞いてない。シオはいつ失踪したかって聞いてるんだ。ですから渡流しの次の日です。学校は平気で休むし、それを自宅に知らせても取り合ってもらえないから、学校もいちいち電話しない。そんなこんなで、彼女が失踪したことに気づくのに、だいぶ時間がかかったんですよ。
ほら、覚えてませんか。綿流しの次の日に私たち図書館でお会いしたでしょう。あの時シュンさんもいましたよね。あれが最後の目撃なんです。あの後彼女の所在は確認されてないんです。そんなバカな。エンジェルモートっていうファミレスのバイトですよね。あの日から無断欠勤です。今日に至るまで全てを無断欠勤してるんです。お店の人も連絡を取ろうにも取れず困りきってましたよ。そんなバカな。状況証拠だけですがね。図書館でお別れしてからバイト先に向かうまで、この間に失踪したと考えるのが妥当でしょうね。ご存知なかったみたいですね。なら先に話せばもっと話が早かったかな。もうこれでご理解いただけたでしょう。あとはあなただけなんです。あなただけが西宮殿に忍び込んだ4人の生き残りなんです。次に何か起こるとすれば、それはあなたなんです。前原さん、どうかご理解を。シオンさんはとっくに失踪してるんです。次はあなたなんですよ。そんなバカな。都合よく考えすぎるなよ、前原圭一。でも、逃げるな、圭一。
それが一番安全かもしれないよな。もしもし。あ、ケイちゃんですか？私です。シオンです。電話、なかなか出なかったんで、お留守かと思って切ろうとしてたんですよ。ああ、ごめん。ちょっとその…お風呂に入っててさ。それでも、ご家族の方が電話を取りませんか？ひょっとして、ケイちゃんの家、今ご両親はお留守なんですか？いや、別に、留守ってわけじゃ。そんなことより、聞いたか？リカちゃんとサトコの件。いえ、結局、あの後どうなったんですか？見つかったんですか？ああ、見つからなかった。ケイちゃん、どうか気を落とさないで。リカちゃんとサトコは、さらわれたんだよな。はい。それは間違いないでしょうね。リカちゃんと、サトコは、ごめん、その、村長さんは、さらわれて、どうなったと思う？まだ、生きてるんだろうか？殺されちゃったんだと思います。おいおい、
そんなにあっさり。人間をさらってその状態を維持するのってとても大変なことだと思います。人質にするんでもない限り、用が済んだら殺しちゃうのが一番合理的じゃないかと。殺しちゃうって、そんなにあっさり、人の命を何だと思ってやがるんだ。恐ろしいことだとは思いますが、多分そうではないかと。リカちゃまとサトコちゃんも同じだと思った方がいいでしょうね。姉ちゃん、どうか気を確かに。そんなことでどうするんですか。次に狙われるのは確実に私かケイちゃんなんですよ。お願いですから、しっかりしてください。お願いします。お願いしますから。どうしてだよ。どうして人をさらったり殺したりするんだよ。たたりだかなんだか知らないが、人の命ってのはそんなに安いのかよ。あっさり消したり殺したり。ええ、全くです。悪魔ですよね。なあ、シオン、教えてくれ。どうしてこの雛見沢では綿流しの夜に人が死ななければならないことになってしまったんだ。それは私が知りたいです。もうダム計画との戦いは終わったんだぞ。なのにどうしてまだたたり足りないんだ。どうしてだよ。どうして。理由があるなら言ってみろよ。ケイちゃんの気持ち、私もよくわかります。ダム闘争はとっくの昔に終わったんです。なのに毎年お社様のたたりという名の殺人と失踪が繰り返されている。
ぜ？どうしてなんですか？全然関係ない人もいた。たたられるのに不相応な人だっていたのに、どうして？どうして？それを俺が聞いてるんだ！それを私だって知りたいんですよ！いいですか？お社様のたたりなんて非現実的なものは初めから存在しません。ケイちゃんの言う通り、村の何者かがお社様のたたりというもっともらしい大義名分を利用して綿流しの度に殺しと失踪を繰り返しているんです。奴らは狡猾でした。たたりを都合よく利用して村の旧敵を毎年二人ずつ消し去るシステムを構築していったんです。そしてこのシステムで今年は高野さんたちが殺された。じゃあ二人で十分じゃねえかよ。どうして村長やリカちゃんやさとこまで殺されなくちゃならないんだよ。それに俺は過去のことは今さらどうでもいいんだ。リカちゃんとさとこがなぜ殺されなくちゃならなかったのか、その一点にしか興味はないんだ。どうしてなんだ。さとこには打ち明けてすらないんだぞ。どうしてさとこまで、どうしてなんだ。ケイちゃん、もういじめないでください。私だって何が何だかわからないんです。最後殿に忍び込んだあの晩から全てが変わってしまった。あの晩、高野さんたちが死んだと聞き、耳を疑いました。そして、すぐに気づいたんです。今度は、自分が狙われる立場になったんだって。忍び込んだのは、私たち4人、私とケイちゃんだけが、都合よく許してもらえるわけがない。そう思ったとき、それがどれだけ心細くて、恐ろしいことだったか、ケイちゃんにはわかりますよね。だから私、君吉のおじいちゃんに打ち明けたんです。私は、みんなが入ってはいけないという細具殿に、面白半分な気持ちで踏み入ってしまいました。いけないことだとは分かっていましたが、本当に面白半分な気持ち、ちょっとした探検気分のつもりだったんです。一緒に入った高野さんたちはその後すぐに殺されてしまいました。それもあんなむごい最後。あの日からいつ私も襲われるのではないかと怯えています。君吉のおじいちゃんしか助けてくれる人がいません。だからおじいちゃん助けてって。君吉のおじいちゃん怒らなかった。そしてにっこり笑って、しおんちゃんがちゃんと反省してるなら鬼隠しになんかなるものかって、本当に笑いながら任せなさいって。いつ村長に打ち明けたんだよ。え、ごめんなシオン、
悲しい気持ちのところに追い打ちをかけるようで、シオンは打ち明けたんだよな、君吉のおじいちゃん、つまり村長に。はい。いつ打ち明けたんだよ。村長さんは重い痔を患ってて、病院にかかっていたという話は知ってるか？あの、ケイちゃん、それが、何か。答えてくれ。知らないなら、知らないと答えればいい。痔だったのは、知ってます。座る時とか、辛そうでしたから。病院に通ってたんだ。どこの病院かは知ってるよな。ごめんなさい、それはちょっと知りませんけど。でもケイちゃん、それが一体何の。担当直入に聞きたいんだ。シオンはいつ村長に打ち明けたんだ。どこで、いつ。大雑把でいいから教えてほしいんだ。ケイちゃん、なんでそんなことを。ありえないんだよ。村長が失踪した日、朝から消えるまでシオンには接触できる機会はありえないんだ。そんな。村長は朝一で誰にも内緒の大学病院へ一人で診察に出かけた。シオンは今この病院を知らないと言った。だから帰ってくるまで村長と接触することはできないはずだ。そうだろう。帰りの電車が事故で遅れたので、自宅に帰ってきたのは会合の始まる直前だった。つまり会合が始まるまでの時間にも打ち明ける時間的余裕はないんだ。シオンも一緒に会合に出たのか？そして会合の席上で打ち明けたのか？ここで打ち明けなきゃもう時間がないもんな。村長は帰宅途中で失踪するんだから。実は会合に出、あの日シオンが行くと言ったバイトすら君は欠勤してるんだ。もっと端的に言おう、君は俺と一緒に行った図書館以降誰にも目撃されていない。ケイちゃん、あの園崎シオンは綿流しの翌日に失踪したんだ。大石さんは君がすでに失踪していると言っているんだ。でもシオンはこうして毎晩俺に電話をかけてきてくれただろう。
頼む、シオン。俺が言ったことが間違ってるなら、そうだと言ってくれ、シオン。頼むから。シオン、お前は村長に会ってなんかないんだ。もし会ったとしたなら。村長が会合を終えた後、すなわち失踪する直前、もしくは失踪してからしかありえないんだ。